はい、2017年も終わりまして、2018年に突入しましたね。はい。でもなんかそんな気はしないですよね。そうですね。はい。まあこの撮影の日がちょうど31なんで、まあその後ろはね、もうもろバレですからね。でもね、やっぱね、はい、お正月といったら漫才。漫才。ちょっと難易度上げるな。この M も漫才って意味ですよ。わかります。モンスターじゃないって漫才だよ。で、やっぱりね、それを持って、ちゃんと舞台もあるわけですよ。もうフリースタイルでラップみたいな感じ。普段な感じで。多分ネタはもう考えなくていいです。もうアドリブでね。アドリブでやっていくと。じゃあ、それじゃあやってみよう。もう始めよう。いつでもええで。はい、僕も見させていただきます。はい、2人合わせて。やりません。ここで万歳ゴールなんですけど、万歳ゴール、それモンスターやないかい。ほんまダメやな、もう。どうぞ。はい、はい、新年明けましておめでとうございます。本年も何卒よろしくお願いいたします。はい、早速始まりましたね。始まりました、はい、そうですね、今年の方法ね、ちょっといろいろ聞きたいと思うんですけど。そうですね、まずはスピちゃんから。はい、そうですね、今年はまあ僕個人的にはですね、去年に引き続きまあ前進していきたいなって、まあ毎年おるかもしれないですけど、でスピチューブに関しては今年はね、ロケでちょっと県外にも出ていきたいなとゲイさんと計画してるんでね、皆さんぜひチェックしてもらいたいなと思います。はい、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい、はい、私もいろいろ頑張ります。スピチューブも出させてください。あ、そうです。ぜひね、うん、ちょっとね、喋れるやつがいないんで。そうですね、僕一人じゃね、心細いんで、かなちゃん来てくれると強いですね、ほんとに。はい、はい。あとね、やっぱ逆にね、撮影とかしてくれる人も欲しい。そうですね、ボランティア募集です。僕一人だけだちょっとなんかきついところあるから。そうそう、ゲイさんも一緒に入りたいところがあるんでね。そう、なんかツッコミ入れてくれたりとか。そうですね、うん、そんな感じで、今日はね、これなんですよ。はい、じゃじゃん。はい、モンスターバーガー。まあね、これすごいよね、大きさもう大きいです。もちろん、なんかバンズだけでも僕の手のひらがあるんで、まあ、ハンドボールサイズぐらいかなと。パッと見る限り、牛、豚、鶏、全部入ってますね。そう。はい。ベーコンとチーズ。うん。うん。で、これがモンスターバーガーって言うんやけど、なんとね、ワンコインで500円とか。安いですよ、はい、本当に。普通のね、ハンバーガー3個分ぐらいは。あるんですよね。もうちょっとあるかもしれないね。誰から来ますか？そうですね、じゃあ。もうお腹空いちゃったんで、行っちゃって。行っちゃって。いいですか。行っちゃって。かぶり始めですね。はい、初かぶり。行ってみたいと思います。この、チキンと肉と、あと、牛のところを一気に。はい。行きます、いただきます。うん。美味しい。すごい。美味しい。パティが、ハンバーグが美味しい。すごい。食べてみよう。チーズも濃厚だし。うん。うん。じゃあ行こう。美味しい。でも女性の人にはね、ちょっと持ち方が。そうですね。うん。出れない。うん。いいね、かなちゃん。どうすか。うん。おいしい。おいしい。うん、いいです。いい。いい。いいかぶり始めですね。うん。うん、ぶっちぎりそうですよね。でも美味しいです、これ、ほんまに。ナイフが欲しい。うん。じゃないと終わったからボロ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 。もう顔がもうテレビの見なくなるんだけど。なんか全然うち上食べれてないんだよ。そうなるんじゃない、結局上食べて下食べてみたいな。もかせです、食べるのが。うん。僕も食べる感じがなんか、ちょっと仕事感がありますね。そうですね。どうでした？完食して。いや、でも食べれるっすよ。食べれると思います。男性陣は全然いけるんじゃないかなと。ハンバーガー3つ買うよりは。うん。でも美味しい。美味しいですね、本当に。美味しい。普通に美味しいです。
過酷だし、これは、うん、味とかどうですか、そんな雑な感じで。雑じゃないって、全然美味しい、うん、最初、パンと野菜だけ食ったら、あ、普通のスーパーの惣菜コーナーかなと思ったんですけど、肉までたどり着くとね、違いますよ、うん、旨味が広がって中の方の、なんかこう、うん、そうですね、そう、味の、なんだろう何が入ってるのかな、ドレッシングじゃないけど、なんか美味しかった、うん、そうですね、なんか意外とシンプルやらかすぎるところが良かったですね、うんありがとうございます。でも美味しかったです。ですね。またね、興味ある方は、ですね。モンスターバーガーって売ったら、もしかしたら出てくるかもしれないですね。まあ、うん、もう有名な。そうですね、スーパーでね。ね。ロータスーパー。はい、うん。はい。じゃあまたね。はい、そうですね。次また、大盛りチャレンジしたいと思います。はい。はい、頑張ろう。他にもなんか、こんな大盛りチャレンジあるよっていうのあったら教えてほしいですね。私知ってますよ。もう本当ですか。配置高いです、そんな。すごいいい顔してるな、すごい。いつもスピチューブ見てくれてありがとな。これからもよろしく。